吉田さんこんばんは。まあプロ意識の仕事っていう話ね、結構良かったんじゃないかなと思いますよね。うん、やっぱりその風俗嬢っていうと、まあ元々はまあ卑しい職業というかね、多くの人が利用しているのに、でも表立ってはあんまりいい仕事じゃないよねみたいな扱いをしてね、結構ね、そういう面でもその仕事に従事されている方は、まあ、辛い思いしてたんじゃないかなと思うんですよ。求められているのになんか認められないみたいな感じですかね。まあこれですよ、求められてるけど認められないみたいな、そんなこと言われてたことがあると思いますけどもね。でもね、やっぱり突き詰めて本気でやると、その風俗の世界も甘くないというかね、プロの世界なんですよね。性的なサービスをするからどうかなっていう、そういうふうなね、なんかその思春期の淡い気持ちを抜けてですね、どのようにして求められたサービスを提供するかとか、またまあ衛生管理とかね、それから、まあ、体調管理とか、まさに何も使わずに自分の身一つで勝負するわけですから、やっぱりそこはね、一目置かないといけないかなと思うんですよ。ただすごく複雑なのは、じゃあ自分の母親とかね、自分のお嫁さんとか自分の娘がその仕事に意欲を燃やしてやってるのはどうだって言われたら、私の意識はそこまでついてはいかないかなと思うんですよ、正直ね。でもどっかの誰かがやる分にはもう全然どうぞやってくださいって感じなんですよね。これね、もう一つ似たような例えがあるんですけども、そのまあ軍ってあるじゃないですか、陸軍空軍ね、で戦争に行くじゃないですか。軍人をどっかの誰かがやるのはいいけど、自分の家族が軍人をやって戦場に行くのはどうもなと、銃を持って人を殺したりとかっていうのを想像するとちょっと怖いですよね。生きて帰ってくるってことは高い確率で、まあ、敵を殺してるってことなのかなと思うと、なんか認められるような認められてないような、なんかそんなね、自分の力量のなさを感じるかなと思いますし、複雑なもんがありますね。だからそういう似たような感覚でネットビジネスは怪しいとかっていうのも、それ致し方ないのかなと。どっかの誰かがなんかね、ネットビジネスやってるのはいいけど、やっぱうちの身内から出てほしくないなみたいな、そういうふうなね、関係があっても、それは仕方がないかなと思うんですよ。あとはやっぱり背中を見せていくしかないのかなと思いますよね。その吉谷さんがその風俗の方に一目置いたりとか、私もね、やっぱりこうキャバクラホストの方には結構一目置いてるんですよ。それこそね、昼の商売と引きを取らないぐらいっていうか、それ以上のものがあるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ私たちも負けないようにしっかりとやらないといけないですね。チャランポランやってもチンタラやってもいけないなと思います。で、あと一つなんですけども、やっぱり多くの人が行動できないから、行動した人に敬意が集まるのも納得ですよね。それじゃ